大阪にあの集団就職で、出てきてな、その SL や車は大阪まで23時間かかったわ。熊本まで出て、で熊本で乗り換えてやったから23時間かかって大阪まで出てきた。全然そういう知らないところやし、で失敗したらそうやって怒られるし、でもう本当にもうやめて田舎に帰ろうかなと思った時あったよ。なんでそこまで困難して怒られにはならんのかな思ってな、ついあの通りに行ってもういや、涙流したことあるよ。本当にもう一人で寂しい思いがある一年はね。その時は、初めて日本の外に出た時で、英語も全く知らない時で、その後アメリカ、向こうにつ、こっちに着いてからアメリカの学校に行き始めた後は、まあ一人孤独感と悲しさで大変でしたね。見るもの聞くもの感じるもの全てに戸惑ったし、何度も、孤独感が何度も泣いたこともあったし、アメリカに来てからは、苦しい1年、2年がありましたけど、その後にはなんとか乗り越えてって感じで、その後アメリカに引っ越した後初めて日本に帰った時には泣きそうにっていうか、感情がとても高ぶったっていうか、感慨深い。飛行機乗ってる間も14時間って言われてたけど、実際にはもっと長く感じて、もともと住んでるところに帰った時にはもう本当に泣きそうにはなりましたね。